悪竜の災いを鎮めたのはどのファミリーなのか。それが明らかになれば、最も尊きファミリーを決めることができる。ゼンマイを抜いた瞬間から、あなたは名誉公爵となった。どうか、俺たちの願いを聞いてくれないか。高貴なる異邦人よ。高貴なる旅人公爵よ。そちらの長靴を履いた人語を話す猫と、空を飛ぶ白い精霊と共に、力を貸してくれないか。私は猫じゃないって。あ、いや、化け猫呼ばわりよりマシだけど。まあまあ、ここは流れに合わせてくれ。普通の猫は長靴も履かないし、言葉も話せないだろ。せめて股を入れて猫股って言ってよ。これからみんなをメモリアル聖地まで案内させてくれ。そこに行けば何をすべきかよりわかりやすく説明できるはずだ。